マヌエル・エドアルド・ベリッソ・マグノーロは、アルゼンチン・トゥクマン・シュークルス・アルタ出身の元サッカー選手、原指導者。1988年に、ニューウェルズ・オールド・ボーイズに入団し、1993年まで、プレー。同年から3年間はメキシコに渡り、CF ・アトラスでプレー。1996年から3年間は、母国の強豪 CA、リーベルプレートでプレー。 1999年夏、リーグアンのオリンピックモールセイ油と契約し、30歳目前でヨーロッパ進出。2001年1月にセルタデビ B5 に移籍。2002から03シーズンは、ラリーガを4位で終え、チーム史上初の UEFA チャンピオンズリーグに出場。翌2003から04シーズンのチャンピオンズリーグは、予備予選を勝ち上がり、AC ミランや、 アヤックス・アムステルダムなどが同居したグループ H を2位で勝ち上がる大健闘を見せたが決勝トーナメント1回戦でアーセナル FC に敗退。さらにリーガは19位で終わり、西軍ダ・ディビシオンに降格。2004から05シーズンは西軍ダ2位で1年でのリーガ復帰に貢献し、契約満了での退団。2005から06シーズンをカディス CF でプレーした後に引退した。 1996年10月に、1998FIFA ワールドカップ、南米予選のベネズエラ戦で、アルゼンチン代表デビュー。しかし、本大会は招集外で終了。コパアメリカ1997、コパアメリカ1999の代表に選出されたものの、2002FIFA ワールドカップのメンバーにも、招集されず、ワールドカップに出場することはできなかった。 2007年からマルセロ・ビエルサの下で、チリ代表のアシスタントコーチを務める。以降は CD ・オヒギンスの監督などを歴任。2014年5月20日、全盛期を過ごした、セルタデビンゴの監督に就任。同年11月1日の FC、バルセロナ戦では、敵地カンプノーで1から0のカンプ勝利を収め、73年ぶりに、対バルサ戦、アウェーゲームでの勝利を達成。 2014から15シーズンは8位。さらに、翌2015から16シーズンは6位に入り、2016から17シーズンの UEFA ヨーロッパリーグ出場権をもたらす。同シーズンのヨーロッパリーグでは準決勝進出に導いたものの、優勝したマンチェスターユナイテッド FC に敗退。リーガの方も13位に終わり、シーズン終了後に退任した。 2017年6月14日、セビージャ FC の監督に就任。しかし、同年11月に前立腺がんを発症していたことが発覚。ベリッソの離脱以降、チームは低迷。主治後のリハビリを経て復帰したものの、チームは振るわず、同年12月22日に解任された。2018年6月1日、アスレティックビルバオの監督に就任。しかし、 チームを掌握することはできず、同年12月5日に解任された。2019年2月18日、パラグアイ代表の監督に就任した。しかし、コパアメリカ2019、コパアメリカ2021は準々決勝止まり。2022FIFA ワールドカップ、南米予選でも会に低迷し、2021年10月14日の同予選のボリビア戦で、 レイカラ4の大敗を喫した試合後に解任された。ありがとうございます。